ここ金塊。008。ガラス管つなぎます。二方向までつなげますが交差はできません。これ前あったな。あれ？あと2本足りない。解き明かしてみせよう。楽しい時間だったよ。レベル3。ね、やっぱ1はね、もう。これとか絶対確定だもんね。こうしないと絶対クリアにならないんで。いけそうでいけてない。うん、これね、絶対にこの辺5は絶対こうしないといけないとか、6ここだと絶対こうしないといけないっていうのがあるよね。これは意外にいけるかもしれない。まあこんなものだろう。まあ一番最高難易度君を。うわ、さっき言った確定の場所だね。だから3だから、こことここは絶対確定ね。ここ端っこはそもそもこうやるしかないから、ここ確定やね。下に繋がるところが一つもないんで、だから3でここだから、こことこうも確定やね。6、やっぱ確定枠が一気に少なくなってるな。
これは本当に一気に難しくなってる。確定枠がねない以上仮で進めていくしかないね。まあ、これはちょっと時間がかかりすぎると思うので、ね、今はどんなゲームがあるかの紹介なんでね、しょうがないね。次ジャンプ台。森の競技場ゴールに連れていく。助走すると遠くに飛べる。ジャンプ台からジャンプ台はダメ。これはあれですねチュートリアルですね。一面はこれ以外の選択肢がないんで。私と謎解きを見せよう。まだまだ物足りないね。さあ、ということでこれもね上行くか。あ、飛びすぎた。あ、そういうことか。よし、そういうことね。これは割と簡単か。謎は専門外なのだが、研究者として当然だよ。これも絶対これしかしようがないからね。やべ、無限ループやこれは。あ、これは選択肢これしかないから、戻ってもしょうがないよね。ここあれ無限ループって怖くね。いや違う、一番奥まで行きたいな。よし、簡単じゃねこれ。謎は専門外なのだが。さあハイマン博士のこのドヤ顔相変わらずイラッとするな。専門外なんだけど、まあわかるけどね、専門外だけどみたいな。これちょっとぬるめか。確定と飛ぶ位置がね確定で分かってるんで。しかもこう失敗してもそんな問題ないっていうのがね。あ、これはこうじゃダメだ、上から下に行かなきゃダメだ。画面外ちょっと甘えか。
つ戻るがあるのもいいよね。ここやな、ここをどこに行くのが正解か。どっちから言っても罪やな。こっから何ができるか。何もできない。やっぱりありえないルートに行ってみるしかないか。それが意外に正解になっていたり、お、行ったか。イエーイ。これね、あの次行ける場所を教えてくれるからだいぶ優しい。当たっていてよかった、ね、やっぱクリアできる謎はねやってて楽しいね。一応これで半分か。何？全部の場所を走れ。空白のマスはあってもいいと言っていた。消えない。消えた消えた、もう1からわけわからんけど。とりあえず分かってることは、画面端は絶対ダメでしょ。これだけは確定。でこれもここつながらないと絶対終わらないから、ここも確定だな。ここからは分かんない。これもくっつかないと絶対ダメだから、こうも確定か。何にもないとこはクロスできないよね。
し。あ、いいな。解き明かしてみせよう。判定ボタンいる？これ。楽しい時間だったよ。しかし、レベル1でこれか。ダメだろ。さて、あ、行った？謎は専門外なのだが。謎解明。研究者として当然だよ。レベル5。どの程度これだけは違う。さてさてさて、
ダメだね、これ絶対こうするしかないもんな。まあ難しいですね。はい、一応これでね半分。あとで解くことにしよう。